バンとモークと4浪して4流しております藤井四段です。9浪しておりますハバイです。では自己紹介の方ではよろしくお願いします。ズルズルどうもススです。アミューチューバーのススと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はススル TJ さんにお越しいただいたということで、はい、僕が結構知るきっかけになったのがヤバいクレーマーのそうなりますよね。なんかこれハバイさんがモノマネされてたんですよ。あやっ、はい、やってました。それですごく知るきっかけになってた。あいや500回しか再生されてないですからね。何滑らしてくれてるめっちゃ滑ってるじゃん。いやでもその滑ってるチャンネルにコメントくださったんですよ、ススルさんが。いやもう本当にね、各ヤバいクレーマーのパロディ動画をもう巡回してたんで僕。あもうみんなやってくれてると思って、すごいもう久しぶりに注目されてると思ってめっちゃ嬉しくて、もうみんな見てコメント。いや本当にありがとうございます。いやいやいや、本当にめっちゃ余談ですけど、はい、頭を蹴られたスルティーみたいなありますね。クレーマーシリーズでもちろんその巡回済みというか、もちろん本人巡回済みでございます。はい、僕もあの中退組なので、おお、なので割とあのこのチャンネルには親近感があるというか、なんとなくですけど。本当ですか。はいはい、そんなあまり経歴について語られてるイメージがなかったんで、はい、今回インタビューさせていただきたいと思ったんですけど、はい、明治大学。はい、明治大学ですね。と、はい、いうことで、まあ小さい頃からなんかちゃんと受験勉強とかされてみたいな。あ、まあ一応そうですね、高校受験の時は受験勉強をしてたんですけど、まあ、地元が僕青森県なんですよね。あ、青森県ってあんまり私立の高校とかが学力的にこう強いわけじゃないんですよ。なのでもう中高はずっと公立。はいはい、じゃあ高校はなんていう名前？あ、高校はですね、僕は青森県立弘前高校。あ、そう、なんか青森県だと一応御三家って言われる、御三家高校、青森高校、八戸高校っていうのが一応御三家って言われるんですけど、まあ、一応そのうちの一つというか。お、はい、ちなみに小さい頃からラーメンは食べられてました？人並みに好きぐらいの感じでしたよ。あ、まあ、週に1回そのラーメンか月嵐とか、はい、親に連れられて週末一緒に行くぐらいの感じで、自分のお小遣いで食べるっていうのは高校生になってからですかね。あ、はい、その時はもう卓上調味料を倒されてどうしようかクレーバーに見せつけてたわけじゃないですよ。お金入れすぎでしょ。ちなみに家庭はなんか裕福寄りとかそんなんですか？どっちかというと裕福寄りぐらいですかね。そんなもう爆裂金持ちとかじゃないんですけど、だから本当あのめっちゃ普通なんですよ僕。本当に今回声かけてもらってネタ切れなのかって思ってます。普通にネタ切れ、もう本当に結構普通なんですよ。実家もそこそこ裕福ぐらいの感じです。一応実家で事業をやってて、祖父の代からやってるんですよ。でそれは父が引き継いでっていう感じで、まあやってはいるので、幼少期困ったなとかっていうのはなかったです。高校も結局やっぱ僕結構入ったら満足しちゃうんですよ。高校も入って割と満足して一切も勉強しなくなっちゃって、もう放課後とか毎日ゲーセン行ったりとか、まあ軽音楽部だったんですけど、軽音楽部のまあ部室とかでもわちゃわちゃしたりとかして、全く勉強せずもう1年2年ってやってると、やっぱもう成績はめっちゃ下がってくるじゃないですか。っていうのもあって、高校ももう再開キープうろうろしたんですけど、僕はあの高校はね、東進衛生予備校っていう、わかりますかね、今井博史先生っていうね、英語の先生、はい、にすごい刺激を受けて、英語はとにかく音読をやれっていうのを、もうその通りもう1日20回で同じ長文を音読して、英語がすごいバーって一気に伸びたんですよ。それで結構勉強楽しくなって、僕数学受験なんですけど、数学国語も楽しく勉強させてもらって、僕受験期の一番最初からもう自分って決めてて、あの強化できないって思ってて、自分やりたくないって思っちゃって、なのでもう最初からもう明治大学に行こうって決めてて、多分11月ぐらいですね、 B 判定とかが出たんですよね。あの塾の申し出もういいかなと思ってまあこのまま多分順調にやっていけば大丈夫だろうと思って、そこから割とまあ遊びも交えてのらりくらいとどうにか合格ができたっていう感じでしたね。早稲田はそんなに興味なくですか？早稲田はですね、あの数学の赤本僕見たんですけど、大問1が分かんなくてもうそっと閉じました。むすっと思ってもうそっと閉じました。受験期はラーメン封印とかされてました？あ、受験期はラーメンインドカレーとかでしたね。いっぱいにそのインドカレーで何おかわりしようねみたいな店があってそこにめっちゃ通ってたんで、受験期はめっちゃお世話になってましたね。ちなみに、まあ、ラーメンをパッ食べるようになった理由というかきっかけ、時期とかどのあたりですか？あ、多分これが大学2年生ぐらいなんですけど、あ、まあ、東京来て、まあ、ラーメン二郎っていう、まあ、東京に主にあるんですけど、三谷本店があって、はい、ラーメン二郎を初めて目黒店で食べたんですけど、あ、なんだこの食べ物はって思って、まあ、豚とかもすごいのって脂っこいし、もう二度と食うかって思ってたんですけど、半年後ぐらいになんか猛烈にもう一回ラーメン二郎食べたいなと思って、その時に多分歌舞伎町店かなんかに行ったんですよ、はい、でそっからなんかラーメン二郎あれうまくねって感じ始めて、ラーメン二郎をめっちゃ食べるようになったのがきっかけですね。
それを機に大学にも行かなくなるみたいな感じです。あ、まあその前からあんま行ってなかったんですけど僕らの代は2011年入学なんですよ、僕、はい、で 3.11 があった年なんですよね。あ、はい、で入学式がそもそも1ヶ月ぐらい遅れちゃったりしたんですよ。で東京で何もしない期間が1ヶ月ぐらいあったんですよね。あ、もうこの時期で完全にそのダラダラすることを覚えちゃって、もうその時期でも昼夜逆転。あ、でもう入学式とかその最初のオリエンテーションとかあるんですよ大学の、はい、そこから行かなくて、はい、で授業のなんか科目登録みたいなとこやり方も聞いてないからわからないし、先生に何回も呼び出されて7月ぐらいで初めてやったんですよね、その科目登録みたいなの。一応なんかギリいけるんですよ。ギリいけるんですよ、なんか。あ、そうなんですか。はい、その単位とかを全く取れなくて、だから多分取れたの単位いくとか、あと本当に出てたら取れるやつとか。で1年の前期で僕8単位だったんですね。はい、はい、それが僕の大学の全ての状態。4年間大学一応在籍してたんですけど、4年で8単位しか取ってなくて、なので自分のチャンネル その視聴者さんとかからもう4パチのすするとか言って揶揄されることが結構、いや今考えたらね、めちゃくちゃもったいないなって思うんですけど、大学に入って僕早稲田のサークルに入ったんですよ、それこそ。でその早稲田のサークルに入った先輩たちが結構みんな留年とかしてるみたいな感じなんで、留年してもいいんだみたいな、そういう思考が結構できちゃって。ちなみにどういった種類のサークルに入られたんですか？バンドのサークルでしたね。オリジナルバンドでその自分たちで曲を作ってライブとかをやるっていう。うん、楽器は何されてました？僕はドラムをやってました。ああ、はい、っていうきっかけとかありますか？僕あのずっとピアノやってたんですよ、幼少期から。4歳から多分中3ぐらいまで、まあ、一応通ってたぐらいです。あの今弾けってやると全然弾けないですよ、本当に。でその10年間何だったんだって話なんですけど、でそこでピアノを習ってて、中学校僕吹奏楽部入ったんですよ、でそこで打楽器のパート入って、はい、で、まあ、ちょっとドラム叩けるぐらいのところで、まあ、高校入ってまたバンドサークルに入った時に、ドラム叩けなかったらドラムやってみないみたいな、うん、あ、そっからですね。なんかそれでずっとドラム、ちなみに彼その、まあ、4流なんですけど、はい、何単位ですか1年の。今めっちゃ一生懸命覚えてたんですけど、7年前なんでちょっとあんま覚えてないいやすごいな。一応6年間で35単位なんですよ。でそのほとんどを1年目取ってたから、まあ、でも言うて8単位から10単位とかは取ってたんじゃないかなと思います。なるほど。 GPA で言うと 1.4 よりもちょっとだけ。おお、ちなみに GPA は覚えてないですか？見たことないですもん、その成績みたいな。8単位取ったことは分かったんですか？あ、そうです。それだけは覚えてます、はっきりと。はい、他の授業は行かずに落としたって感じですか？あ、そうですね。基本的にも全く出ない授業とかもあったんで、その登録だけとりあえずしておいて、うんうん、はい、その間は何されてました？あの時はめっちゃ寝てましたね。めちゃくちゃ寝てたし、結局は夕方とかに起きて、まあ、大学行こうにもなんか行かないじゃないですか。昼夜完全に逆転しちゃってるから、あ、まあ、一応バンドサークルの練習とかあった、そういうのは行ってたんですけど、とか、あと、まあ、そうですね、パチスロめっちゃ好きだったんで、パチンコによく行ってましたね。親御さんが怒られたりはなかったですか？2年生の前期かな、母親が上京してきて、あの僕が住んでたアパートに2週間ぐらい住み込みで来てたことがあったんですよね。さすがにもう怒られて、もう学費もらって大学も行ってんだから行けってなって、もう本当毎日その朝起こされて大学行かされるみたいなのがあったんですけど、やっぱりこのなんかあの反骨心というかかっこよく言わないとただサボり癖なんです。学校に行きたくねえみたいな。母親が送り出してくれてるのに、明大前で降りるだけ降りて、なんかパチンコに行くとか、そういう感じでしたね。大学はもう行きたくなかったレベルなんですか？どうしたらいいか分からなかったですね、自分の中で。やっぱ一番最初の時点であんまり馴染めなかったんですよね、大学のクラスとかも。そうなんです。そういうのもあって、あんまり面白くないみたいな。後期は何してました？1年間後期はもう本当に1回も多分行ってないんじゃないかな、まあ、それこそ僕履修登録とかもしてないと思うんですよ。履修登録するんでしたっけ？履修登録それすら覚えてない僕。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね、はい、で僕2、3年の後期は休学してるんですよ。あ、そうなんですか、はい、まあ、2年前期行くじゃないですか。で2年前期ダメだった、じゃあ後期は休学して次3年の前期から頑張ろうみたいなのを3回やったんですよ僕で退学しようじゃない、その前。ああ、で2年の前期は通おうとしたんですよ。一応そうですね、親がもう来ちゃったんで、まあ頑張って通わないといけないじゃないですか。でも結局全然ダメで、取得単位も結局ゼロだったんです、そこからは。ああ、はい、でもなんか似たもの感じますね。いや、まあさすがに僕四流してますけど、さすがの僕でもまあ大学の近くの駅まで行ったらまた大学行かないそうですね。意味ないっすもんね、もう何のためにそのだったら最初から行かなければいいのにその労力をかけてる意味は本当にね、わからないっすよね。ちなみに3年前期行こうと思った理由はあるんですか？あの体裁を保つためみたいになったかもしれないです。ああの親への申し訳なさとかもありつつ、大学を辞めるまでの決意はでき
できないみたいな、あこれが一番なんていうか良くない部分なのかなって思いますね、はい、なんかじゃあ就活とかする気もなかったんですか。まあそうですね、なかったですね。お就活したことがなくて、はいはいはい、なんだろバイトも大学3年ぐらいしたことなかったんですよね、はい、3年の後期かな多分、はいはい、その時にさすがにバイトちょっとしてみないと良くないなと思って、なんかちょっと環境変えたいなと思って、はい、それはラーメン屋とかですか。そうこれが、ね、全然ちゃんこ居酒屋だったんですけど、あそうです、ね、まあ、半年ぐらいやってやめちゃいましたね。あ、うん、それを辞めた理由とかは、忙しい時期以外がめっちゃ暇なんですよ。あ、うん、それがきつくて辞めました。あそうなん、僕は忙しくない仕事あんまり得意じゃないですよ。あそうなんですか、はい、暇だと時間経つの遅いじゃないですか、うん、まあ、忙しい方が早く終わるというか、うんうん、それで言うと授業ちゃんと聞いてたんですか。いや多分聞いてなかった、だから多分暇に感じてたんです。授業も90分ぼーっとしてるだけで終わっちゃってなんかちょっと暇だなっていうのが結構出ちゃったもん。なんかこう動いてたりすると結構あのそういうのは好きなんですけど、確かに大学の授業って暇かもしれないですよね。まあそうですね、確かに確かに、うんうん、文系寄りの授業、キャリアの授業にもあるんですけど、うん、でキャリアの授業は TA さんがいて一番前に座ってパソコン開いてるんですけど、はい、その先生なんかいつも授業中追加ゲームやってて、これ追加しようかなと思ったけどもうここでバレちゃうよくないなと思って画面を持って追加しないっていうのを彼はちょっと留年しすぎてもう学問に目つけられてるレベルの。あもうそうなんですね。そうそうす、ね、結構教授の人とかもなんかお疲れそうですみたいな感じで、すごいみんな就職していく中でこのままだと多分ずっと大学で前期だけ行ってみたいな感じになっちゃうなと思ってもうそこでバシッとやめようっていう決心がようやくついて、あで4年のもう後期も休学してたんですけど、なぜかもうそこでやめましたそこで。4年生で8歳って卒業できるんですか。明治だとちょっとわかんないですけど、僕だったら8年までいられるんですよ、うん、なんで極端に言うと4年間無駄にしてもまた4年間いられるってことなんで、その時点からちゃんとしたあの留年しないストレートの人の大学生活を送れれば余裕卒業できると思います。ああでこっからスイッチ入れたらもしかしたらいけてたかもしれない。そうですね、まあ、理論上は理論上は可能です、ね、今まで4年間できなかったやつが絶対できないだろうっていうふうに僕は思っちゃう。だからその理論に欠けてるのが今の彼ですよ。まあそういうことですね。すごいっすよ卒業したら結構本当にすごいと思う。応援したいですそれマジで。ちなみにその当時大学生時代はラーメンの頻度どれぐらいでしたか。あのその頃からもう週5ぐらいで行ってました僕、結構好きで、まあもちろんラーメン店も行ってましたけど、まあ本当ライトのところで行ったら日高屋とか、日高屋の野菜たっぷりタンメンとかが僕すごい好きで、もう無料券みたいな毎回もらえるんですけど、はい、まあそういうの駆使してなんか日高屋もよく行ってましたね。僕なんかラーメンとか食べると2日とかで体調悪くなってるんですけどマジで2日連続とかで。これ、ああなるほど、これ本当です大丈夫なんですか、なんか体調とか。もう今のところ一応健康診断とかも引っかからず、俺なんか途中で一回すごい太っちゃって25歳で健康診断 E 判定出しちゃって169cm で87キロぐらいだったんですよ。そのでさすがにこれはまずいなと思ってそこからジム行って15キロぐらいダイエットして、でもまた今ちょっと増え始めです。今また80キロぐらいのちょっときちゃって、まずいです今非常にまずいです今、はい、命の危険はないんですか。その25歳ぐらいの道を取ってた時はラーメン食べた後に動悸してたんですよ。危ないじゃないですか、絶対死ぬじゃないですかそういうのもあってダイエットしましたね。ああラーメンやめようってなるんじゃなくてダイエットして食べよう、いやもう動画をアップしなきゃなっていう責任感というかねそれがあったんで、まあ、結構自分もラーメンが好きでよく食べてたんです、ね、それこそアッスルさんが紹介されたイケダイとか、おーありがとうございます。ピューローメめっちゃ好きで週5くらいあんなん食べてたら頭回転しないですもん食べた後何もできないんだからイケダイ食べた後あ僕25から30にかけてどんどん食べれる量が少なくなっていったんですよ。面白い、はい、今まあ30もうすぐ3になりますけど、池田屋に行っても半分しか食べられないんです。150グラムそういうのはないんですか。やっぱり20代の時よりは今僕30なんですけど、ちょっとやっぱ食べれなくなってきてるなっていうのはあります。特にその二郎系とかみたいな一杯でドーンっていうタイプのラーメン、はい、でそういうのが結構食べれなくなってきて、あっさり系のラーメンを5杯とか食べるのいけるんですよ。まあ好きなんでラーメン自体は、はい、まあ、未だにむしろ好き度がもう年々上がってきて、でも明治大学の話戻ると追い出されたわけじゃなくて自分で退学したんですか。そうです、助席じゃないですね、普通にもう退学でした、うん、その後何かする当てとかあったわけではなくって感じですか。全くなかったんですよね、まあ、就活もしてないし、なんならその時バイトとかもしなかったんで、だから大学のサークルの友達とシェアハウスをするっていうのは決めてたんですよ。なんでまあその引っ越しに向けての準備とかぐらいですね。なんか彼の場合はその休学しようとした時に休学しても無駄ですよねまあそうそう辛辣それを晒したら電話来て怒られるよくないっすよそんなそれは嫌われますよ大学からめちゃめちゃ綺麗に論破されててすごいあなたこのまま休学しても意味ないですよみたいなのをすごい長文で送られてきて俺これはしか晒さなきゃよくないよマジで。いや
大体そういう時は大人が楽しいこと言ってんすよ本当にこれって間違いないね。これはないってことですよね。休学してもまた同じことを繰り返しますみたいなメールは来てんねん。あ、そういうのは来てないですね。その最後通告みたいな僕はないですね。そのままじゃあシェアハウスはされるんですか。あ、しましたよ。その後が2年ぐらいちょっとシェアハウスをして、その途中に YouTube 始めたんですよね。お、はい、何かそれはきっかけがあったんですか。それは僕と一緒に動画を始めた人が大学のサブネギ先輩のチャルゾーっていう人なんですけど、チャルゾーも中退人ですよ。彼の大学早稲田を多分5年ぐらいで中退して就職したんですよ、そのまま。そうで、それが IT 系の会社で、なんか僕はそれ聞かされたんですけど、その会社の中で YouTuber を作ればよみたいな、なんか僕が下ったらしくて、僕はその時、まあ、プラプラしてたんでしょ、はい、でちょっと、まあ、暇なんだったら毎日ラーメン食べる YouTuber やってみないかっていうのをチャルゾーも誘ってくれて、で一緒に YouTube 始めたっていうのがきっかけです。そのシェアハウス時代って収入源は何でした。その時はもっとパチスロどうにか1年ちょいぐらいはやってたんですよね、はい、でなんかちょっと途中で大きな規制とかが入った あ, あ, まあ東京のうちの、まあ、交換率っていうのがあるんですけど、はい、それが変わるみたいな流れもあって、あそこであもうこれきついなと思って辞めたんですよね、うん、で完全にニートにやってる時期あったんです、その YouTube 誘ってくれた時は。ここからまた3、4ヶ月ぐらい多分完全なニートの時期あったんですけど僕じゃあもうこれやってみてダメだったらもう地元戻って親にお世話になろうというか、あそこで働こうって思ってたんで、はい、まあもう背水の陣というか。それまではじゃあずっとパチンコラーメンみたいな感じですか。いやそうでしたね本当に。で飽きたりしないんですね。うん、でもあの時はもうそれをやるしかなかったんで、結構なんか目の前 にやらなきゃいけないことが降ってくるので僕できるんですよ。それ大学受けなくちゃなんですよ。それ大学なんですけど、それなんか生命がかかってくるじゃないですか、その、あの稼がなきゃいけないって。なんでその時はなんかできましたね。なんかなんとなくですけど自分の中でそれをやってみたかったっていうのもあります。一個そのパチスロで生活するっていうことにちょっと憧れてたみたいな感じが昔からあったので、パチンコしながらラーメン食べまくるみたいな人生が夢だったみたいなすっごい言葉に言語化するとやばいな本当にやばいけど、まあ、ある意味そうだったのかもしれないですね。あ、記事で見た情報なんで当てがわかんないですけど、ラーメン生活がなんか2000日連続みたいな。はい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 、そうですね。今は2800何度もあるんですよ。まあ8年間一応ほぼ毎日ずっとアップしてるんで。あ、はい、あのなんか人間ドック受けられてましたね。あ、そう、25歳の時人間ドックがいい判定。その後別にいいじゃないんですか。そっからもう A ですね。毎日、去年とかも A でしょ。今年まで受けてないんですけど、ちょっと若干不安ですね、今年は、はい、結構体すごくないですか。確かに。で、もう普通の人間できるんですかね。どうだろう、多分ね、だんだん体が慣れてくると思うんですよ。結構適応してくる、毎日ラーメン食べるということで、あとその僕今もジムとか毎週通ってるので、でも運動はでも必須だと思います。あ、特に30超えとかになってくると、20代は勢いでなんとかいけたんですけど、はいはい、運動したかったらだって収支が永遠にプラスですもん。カロリーがどんどんプラスになってる、実績するのが。ちなみに今1日の食生活はどんな感じですか。でも今日とかもうラーメン2軒本番食して受けました。朝はなんですか、いろんな食材を混ぜたスムージーみたいなの飲んでますよ。あ、泥みたいなやつ、はい、結構そのラーメン以外の部分でなんとか釣り合いをこう、もうどうにかしてますね、はい、で夜は抜くんですよ気分、まあ、あの飲み会とかがなければ。そうすると健康 A 判定が出る。いやでも真似はしない方がいいです。絶対に真似はしない方がいいですけど本当に。狂気の沙汰じゃないですか。1日に5件と普通行かないじゃないですか。そうそう、マックスを9件行ったことあるんですけど、その時はさすがにちょっと泣きが入るというか後半。なんでそんな攻めるんですか。変な話なんですけど、ラーメン好き的に食べておかなきゃいけないお店っていうのが結構あるんですよ。あ、はい、で、あの一応ラーメン YouTuber としてやってるので知っとかなきゃいけないわけですが、知識として、うん、でラーメンってその情報だけじゃなくて食べないと分かんない部分もすごいあるんで、うん、まあそういうのもあっても一気にもう遠征とか休憩バーッと行ってなかなか行けない場所だったりする。ああ、確かに遠征だ。そうですね、そうですね。でも他県とか行くときはもう本当5県とかあったりも今もやりますね。ラーメン屋なくなるとかないですか。なんかもう行き過ぎてもう行くラーメン屋なくなる。これはもう本当ラーメン屋さんで60軒できて60軒潰れるみたいな。あ、そうなんですね。すごい入れ替わりが激しい業界だって言われてて。あ、そうなんですね。はい、今のところネタに困ったことはないですね。逆に聞きたいですね。なんか好きな店あります。ネタを知りたいというか、はい、僕が好きなのは兵庫県の播州ラーメンっていう甘いラーメンが好きで、はいはいはい、大橋ラーメンとか食べてました。うーん、持っていいですか。大丈夫ですよ。携帯ちょっと。あ、大丈夫です。すみません。すみません。新宿で撮影とか終わったら、あのすするさんが2年前に一番いいラーメンで金色ホトトギさんをしたので、はい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 、一緒に行ったこともあります。あ、そうだ、すするさん見たってことでこう。あ、本当ですか。そう、嬉しい、ありがとうございます。すごい。だからこそちょっと聞いてみたいですけど、今一番美味しいと思われるラーメンは2年経って変わったのかな。ああ、その僕は、まあ、ずっとラーメン二郎やっぱ好きなんですけど、うん、なんかそれ以外でやっぱすごいなと思って。
感動したというか、自分の中でこんな衝撃受けさせてくるラーメン屋があったのかっていうのは、東京の四谷三丁目の一条流頑固ラーメン総本家っていう。もともと今はちょっとまた違う方がやってるんで、ちょっとまた違うんですけど、味自体はもうほぼ一緒というか、毎日食材が違うんですよ。その創業者の方、家元って呼ばれてたんですけど、はい、家元はもうなんか本当のさすらいのラーメン職人みたいな人で、なんかいろんな東京の、例えば最初早稲田のところでお店やって、はい、成功したらお弟子さんに味噌を譲って、次また別の店でひっそり何の告知もしないで自分でラーメン屋さんやって、なんかまたお客さん行列し始めて、したらまたお弟子さんに味噌を譲ってみたいなことを東京でもいっぱいやってきたっていう、ラーメン二郎ぐらいの衝撃を受けたのは多分頑固ですね。はい、ちなみにこれはもうお気にできたらいいんですけど、炎上というかそのつけ麺に関してのありましたね。辻田っていうつけ麺のお店があるんですけど、まあ、辻田さんも YouTube チャンネルやってるんですよね、はい、でその YouTube チャンネルの中でつけ麺を最初のその麺だけで知ってるやつは赤だみたいなことを動画の中で言ってたんですよ、はい、で、まあ、僕いつも動画の中で、まあ、一応つけ麺は麺から先にすりましょうみたいなのをやってたんですよね、うん、そのまあツーブルでもないですけど、結構ラーメン屋さんの食べ方とか、ね、つけ麺食べ方とかの中で最初にまず麺だけを食べてくださいみたいなのがあったりするんで、まあ、結構僕つけ麺の時はまあ麺から食べるようにしてるんですよ、うん、でしたらそういうことを言われたんで、食べ方はもう好きにすればいいじゃんって、あの別にそのつけ麺麺から食べてもよくねみたいなことを、まあ、世の中に投げかけたら、いやすすの分際で何言ってんのみたいな、そのラーメン屋をそういう風にバカにするのよくないみたいなのが結構あって、そういう反対勢力みたいな声で、まあ、結局そのつけ麺を麺から食べてるのはつぶってるのにすぎないみたいな、まあ、確かにそれは分かる、めっちゃ意見としては分かるんですけど、僕はもう自由に食べたらよくないですかっていう問題提起をしたらめっちゃ炎上することになって、へえ、多分炎上らしい、炎上って、ね、そんなんじゃないかな。だってラーメン食べてて炎上することないですもん、ね、ないですよね、普通にしてたら炎上はないので、そのつけ麺の時はそんなことを言われる筋合いはないなと思っちゃって、結構感情に任せてやっちゃったんですよ、その時。あ、若干ね、後悔はすごいしてるんですよ。あ、でそれはそういうこと言っちゃったことに対してというよりは、あの従業員の方とか業者さんとかへ後悔というか、あのお店に電話かかってきたりしてたらしいですよね、はい、あのするのあれは何なんですかみたいな、そういうクレームの電話とかが来てたらしい。それはめっちゃ従業員の人とか製麺の業者さんとかにすごい申し訳ないことしたなっていうので、めちゃくちゃ反省して、感情に任せて行動するのは良くないなと思って。はい、ちなみにご結婚もされてる。あ、そうですね、はい、何年前とかですね。結婚したの3年前かな。あ、その時も付き合って4年ぐらい経ったんで、あ、結構長いこと一緒にいますね、はい、それはラーメン好きの方とみたいな、まあ、ラーメンも好きだし食べ物も全般好きです。だから一緒に3軒とかそれを連れ回してことになります。奥さんの健康は大丈夫なんですか。まだ多分健康体だと思いますけど、まだって当然なんですよ。これからなんかやるぞみたいな。いや全然健康ですね。痛って健康ですね。まあ、ススルさんってネット文化にめちゃくちゃ詳しいイメージがあるんですけど、いつ頃からなんかネットの世界に至ってるのか。なんだろう。高校生ぐらいの時かもしれないですね、それは。割と高校で周りがあのそういう人が多かったです。それこそなんかまとめサイトとかめっちゃ見てたし、当時すごい好きだったし、なんかネットミームとかもやっぱ当時から好きだったので、もう今もやっぱ好きですね。そのまあバケドウさんとか、あのこの間コラボさせてもらいましたけど、バケドウさん自体も元から知ってたし、キングとかね、最近だったら あれともすごい面白いし、そのなんかネット上の面白い出来事はすごい好きかもしれないです。ある意味その中で僕のそのヤバいクレーマーするのは僕のじゃないですか。MC さんとラーメン新道中さんっていうそのツイッターの方が作ってくれたやつなんですけど、まあそれがネットミームの一つとしてこの世の中に残したこと、僕すごい嬉しい。でもあれをセルフカバーされるってすごいなって。そうだ、奥田民生みたいなことしてない。そんな感じ、全然大したじゃないですけど、そうですね、あれを残せたのはすごい嬉しいですね、 やっぱり、うん、最後にこのチャンネル視聴者とかに一言もらうっていうのがあるんですけど、あ、まあそうですね、まあそういうことなんか留年とかして大学行かなくてもいいかなとかって思ってる方がもしいらっしゃいましたら、はっきりした方がいいと思います。やっぱもうズルズル行くのが一番良くないんで、もうその人辞めるか続けるか、もう続けるんだったらもうその次の日からやった方がいいし、もう辞めるんだったらもうその日に辞めるぐらいってこと、すごい自分の中で後悔があるんで、そのズルズル行っちゃった数年間なので。チケットやってるんですか。すいません、みたいな。YouTube やるときも、やる、やらない、どうするって言われて、その場で決めたんで、やっぱそんぐらいの思いっきりが、人生で大切なことだなと思うんで、自分の意思でしっかり判断するっていうことを大切にするのがいいんじゃないかなと思います。じゃあ、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。この時代のそばに、Trust in you, 変わりもいなくて I keep making my way